はい、こんにちは、こんばんは。どうも、かまです。ということで、今回もね、武器紹介やっていくんですけども、今回のね、あの武器はなかなか特徴的。まあ、特徴的っていうか、はい、ということで、AK11 なんですよ。なんですけども、はい、このサブトロピックってやつですね。このストアですね。まあ、ちょっとこれを回している動画はまあ別であるんですけども、このハンククレートでまあ入手したね、この AK11 なんですけども、これですね。はい、見てください。これ、長すぎません。今回ね、ちょっとバレルでね、インテグラルサプレッサーっていうのつけたんですけども、この AK11 は実際にもそのランクマッチの撮影終わってるんですけども、めちゃめちゃ安定性が高いです。頭1個の人がね、普通にパスパス抜けますので、今回ちょっとこのカスタム使っていこうかなと思います。いや、本当にマジで強いから、これ最後まで見ていってください。それでは早速ランクマッチ行きましょうか。はい、ということで早速 AK11 扱っていきましょうか。何試合か撮ったんすよ、俺。何試合か撮ったんすけど、もう世紀末状態、マジで。途中抜きが多すぎてね、この試合にならない試合が多すぎる。ということで早速やっていきましょうか。これで動画化できればいいかな。さあ、あそこにいるね。いかん。あれ、なんかいたよね。さあ、一人カット。さあ、もう一人カットしていく。サプライズ聞こえたけど大丈夫？暖房、オッケー。多分ここから来るよ、HG。オッケー、そう、しっかり決め打ち。センターいるね。さあ、センターいたはずなんすけど、そこか。壁抜きできるかな、できなそうやね。います。戦車取れればね。まあ、大体は取れるんで。これ、まずいな。何をやってんねや。オッケー。さあ、そっから来てたんは知ってるよ。ここから C、これ来てんねん。さあ、ショックRCに引っかかって、で、こっから来るか。まだ来るか。いや、マジでね、リスキルはここが一番大事。こっからずっと買っておけば、絶対に A に枯れるんで、この皆さんぜひ参考にしてください。で、まだ来なさそう。あ、来そうやね。来てんねん、OK。リスキルできますんで。非常におすすめです。さあ、サイエットショット抜いていってあげて。こっから来ないか。腰打ちやったいよ。ここでプレートミサイル ?OK? 起点ね、バコンと、で、どっから湧いてる問題は。B、あー、でもこれ結構いかんじゃね。大丈夫か、お前。大丈夫か、怪我してない、大丈夫。いけるでしょ、これ。近距離最強、最強ってなんや。最強オペレータースキルでしょ。これちょっと出し切っていってあげて。武器なんでね。いやー、でもこれ初戦じゃね。初戦とかやったらまだ、まあ詐欺になるからね。ちょっとまあ何試合か取ってるんですけれども。ちょっと今回途中抜きがないといいな、相手に。さあ、ちょっと2回見ていくよ。ロケランが怖いですね。遠距離抜いていってあげて。ほら、いるね。あー強い。いや、いいっすね。これ気持ちよすぎん、この武器。でも、中距離が特に強いかな。近距離で戦うのはあんまり得策じゃないかなと思います。だから来ないか。いや、庭にいるんですよね、これ。一人裏が来てんな。冷たい。青生地。あ、アイスタイムされてる。アイスタイム。ちょっと、いるね。オッケー、そしたら買っていってあげて。さあ、ここも買っていきたいな。いや、でもいいぞ、これ。結構無双できるんじゃないですか、これ。あー、ビートるか。おー、いく。オッケー。いった。オッケー、ナイス。気持ちいいね。テンション高いね、今日。いや、これ怖いな。2回押さえていくか。対空したやつがいるでしょう。2回入ってくるかな、こいつ。大丈夫そう。オッケー。あー、でも一応ビートれたんで。無理は禁物っすね。ちょっと2階にいんな、それ。2階買っていってあげたいな。わあ、無理は禁物っすね。ちょっと。ちょっといいね。このね、しっかりね、安定した心を持ってあげないと、AK11 はね、使いこなせないです。もう綺麗な心じゃないと、やっぱりね、ちょっと汚れたりするとね、絶対使えないね、この武器は。OK、いいぞ。俺はじゃあ綺麗なのかって言われると、そうでもないです。あ、ピューリーファイア、A カットにこれ真正面から行くよ、よくない。真正面から行くのは良くないんで。ニョーン、オッケー。オッケー。ナイスカリ。ごめん。あー
燃えろ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 、いいぞいいぞこれ。おい、ガソスタで使って大丈夫なこれ、爆発しない、にょーん。どうもー、ちょっと待って、これ CCCC 一気に燃やしちゃうね、それ燃えろー。ああマジかよ、それ多分車のとこにねいるんですよ、中距離乗って行ってあげて。もうこれ見たらみんな使いたくなるでしょこれ、この中距離性能、これ中距離抜き性能、これいるね。綺麗な M が欲しかったー。もう B 層出すけども抜かれないか心配だったですよ。あーでも OKOK、 ナイスナイス。1戦目はこんな感じですね。いやマジでね、このマップに関しては俺のこの立ち回りのセンスが試されるとこだよね。止めればちょっとなんかハーとか言ってんぞ、ハーとか。俺の実況のマネか。さあしっかりカット、 OK いいぞ、来いよ。いやそれかなえないよ。これがね AK の立ち回りってことね、皆さんに教えて。あれ何あれ何、めっちゃ気になるんだけど。え、エイムがちょっとそっちに向いちゃうわ。オッケー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 、強い、あいつ強い。もうどうすか、もうみんなこれ使うしかないし、こんな武器、こんな武器使うしかないでしょ。はい、ドンマイスドンマイス、あーありがとう、車破壊してくれて。お前俺のポジション取るか、これ。あのね、ここも強いですよ。えオッケー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 、あ、行く俺、行く、マジか。これがね、一番いい、俺が望んでた。お前さ、俺の得点を次浮気か。よかろう、よかろう、よかろう。B ライ行こうか。ここも来るよね、オッケー。ここもいるよね、オッケー。火炎瓶はまあいいでしょう。頭一個出しても抜けるよ、この武器は。その強みを生かして、しっかり配射取ってくれ。いや、入ったか。いるよ、スナイパー。ちょっと待って。いやーマジか、建物の中も突っ込んでるんですけど、ちょっと今日は安定する立ち回りでやっていきましょうか。さあ、そこにいますね。オッケー、これいる、やっぱ突っ込む、やっぱ突っ込む。燃えろ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 、全員燃えろ。俺が炎上させてる。オッケー、そいつも燃えるやろ。オッケー、いるよね。オッケー、そいつも燃える、燃える燃える燃える、全員炎上させる。俺が炎上させるぞ。そんなこと言ったらまた俺が炎上するわ。ちょっと待って、そう、ああ、行く、燃えろ燃えろ燃えろ、お前も燃えろ、お前ら、え、強くね、なんか、にょん、死ぬ、おーおー、強っ、あ、行く、それはいかんすよ、それは逃さないっすよ、俺は。いやー、抜けないか。いや、でもいいぞ、これ、いいぞ、これ。ほら、これ、立ち回りの、これ、センスが光ってるでしょ。もう、なんか、自画自賛とかしたら、また、コメントで、うわ、キモこいつとか言われるからさ、まあ、あんま言わないけど、食いたいって言ってあげて、敗者取ったら勝てるってね、おばあちゃんに習わなかったみんな。俺はね、俺は5歳の子に習ったよ。B 周りは飛ばせるんですよ、ペーターで。でも、5人を、パーン！オッケー、いいね。うるさいな、ちょっと。今、多分、3人ぐらい鼓膜破った、俺。まあ、いいぞ。オッケー、もう一回パーン、気持ちいい、気持ちいい、きあー行きそうだぜ。ちょっと待って、じゃブライアンホーク出た、ブライアンホーク、行くぞこれ、行くぞこれ、全世界に俺の種をまいてやる。いいぞ、いい、怖い、強くね今回、強くね今回。うわうわうわ、プレデター、バーン、それやってくれ、それやってくれ、ちょっとやって、ヨン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 。あーバーン、ミヨン、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。それだ、大丈夫かそれ、なんかなんかやられてるの、大丈夫、どうも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 、オッケー、ナイス、ビートル、これ絶対振ってるでしょ、絶対。あ、おじゃるか、おじゃる、全然普通で天然ビートル出せそうなスコアっすね。え、勝ってね、 C 取るんじゃないですかそれ。一人カット、いるよワッキー、オッケー、そこもカッティカッティカッティバレティ、マジか。いやー素晴らしい、素晴らしい、止
とりあえず MVP 取れたんでいいんじゃないですか。これ命中率クソ高ないか。はい、ということで今回は最長の銃。これ最長なんかわかんないけど、そう、まあ、AR の中では絶対に最長だと思います。ちょっと KN とかこれつけたらわかんないですけどね。今回結構面白かった。俺結構ね、割と楽しかった。うん、そう、ピューリーファイは結構楽しかったんですけども。皆さんどうだったでしょうか。まあ、1試合目もね、2試合目も全然V トール積んでればね、出せれたスコアですので、これ皆さんぜひぜひね、最長の、AK117 使ってみると、結構無双できるんじゃないでしょうか。ということでね、今回はこれで終わりたいなと思います。参考になった、うまかったっていうのがあれば、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。